ご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。釘先のバラ使っていきましょう。超絶四反射分裂弾、この友情コンボでガリガリ削って感じでやっていきましょう。本当はね、天魔さんやってたんですよ、艦隊で。2時間やったけど無理でした。ボス2のね、ゾンビがちょっと倒しきれん、あれは無理だっていうわけで、豆が行きそうなセレナーデやっていきましょう。なんでここのクエストを選んだかっつったら、他で試してあまり強くなかったんです。はい。なんでね、とりあえずセレナーデでやっていきましょう。このクエストね、結構友情通るんですよ普通に。なんで最新の豆だったら、もちろんこのクエスト防御力ダウン必須なんですが、防御力ダウン仕方でガン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 削っていけるでしょうっていう、そういう安易な作戦ですと思ったけど、これ防御ダウン絶対するね。防御ダウンしたらメテオで終わんじゃないの。さすがにメテオじゃ解けないか。ただ豆なら溶かせる。豆だね。で、もちろん、釘先のバラ、先に説明しておくと、ストライクショットも非常に強力なんですよ。弱点キラー状態で、そう、書いてないのよ。書いてないんだけど、弱点キラー状態で、まず殴れます。で、弱点キラー、2段階目で弱点キラー、これ2倍ダメージが入る弱点キラーとなって、なおかつ割合が弱点を殴った回数分上がるっていう、なかなかに面白いね、仕様になってるんですよ。なんで、本当はストライクショットも非常に優秀なんですが、今回は豆メインでいきます。ねえ、天魔のためにね、紋章をつけて身もがっつりつけたんだけど、いやー、ゾンビが倒せなかったね。ほんと私事ではございますが。今回はね、セレナーデ、サクサクっとクリアしていきましょう。この豆に耐えられないでしょ。ちなみにセレナーデ選んだ理由としては、ここだけ弱点ないよね。弱点いらんのよ。豆は貫通しないから、弱点あろうがなかろうが、関係ないんだよね。これも豆をまく。触れちゃったか。あ、いいよ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 。それいい。こういうの待ってた。はい、そうなんですよ。セレナーデは雑魚同時に2回処理すると、防具ダウン雑魚も来なくなるんだよね。そこに豆をぶち当てる。豆ゲーです。あ、いいね、いいよ。一瞬で倒しちゃう友情もあるじゃん、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ、今のさ、時代だったら、おー、いいよ。この釘崎野原でも強い友情コンボはもうたくさんあります。あるんですが、私はこの豆実は結構好きなんです。ペチペチ当てていこうぜ。OK 突破。これ、ラスゲとかでも通じるかな、この削りで。今、中ボスでこれでしょ。これ、パックじゃなくて友情アップ系にしときゃよかったかな。失敗した。豆。豆は回るぜ。豆はくるくる回るんだ。素晴らしいじゃないか。ゾンビがいるけど、それも、豆。豆。おお楽しい。OK、ボスやっていきましょう。まだごめん、捨て子だったわ。いや、セレナーでやるの久しぶりすぎてちょっと忘れてたな。これ、豆通りづらいな、この配置は。豆。でも豆。通りづらくても関係ないわ。削る。いける。やっぱね、古めのボーデス程度だったら楽勝だね。イメージで言えばただの特級呪霊って感じ。そこら辺に特級呪霊ですよ程度だったら、もう野原ちゃんだったら余裕で払えるんで。豆。オッケー、いい豆だ。じゃあボスやっていきましょう。SS ターンアクセルも全然いきねえな。もう何ゲーだこれ。豆ゲーだ。豆ゲーです。じゃあボスやっていきましょう。雑魚が多いね。雑魚が多いけど、大丈夫、豆があるから。これ豆飛ばせないな。これ豆飛ばないパターンか。豆飛ばないとな、そう、雑魚が減ってくんないと豆強くないんですよ。あくまで豆は反射してなんぼなんですよね。分裂した、豆を出したからって威力は上がんないんですけど、威力は上がんないんだけども、弾の数が増えるからさ。ってことは、まあ、1反射で2倍みたいなもんよね。そう考えると非常に強い友情コンボじゃないですか。おっと、やられる。こっちがやられていく。SS アクセルの音。ピンチをチャンスに。いや、雑魚溶かしたのはいいんだけど、違うんだよな。私が求めているのは左の雑魚全部倒したいんだよ。左誰もいない状態からの豆が打ちたいの。豆。さらに豆。いやー、案外同時がきついな、処理すんの。
これはじゃあこれでいいや。通常豆。それしろ。しないか。してくれない。もう趣旨変わってる。左の雑魚を2回処理したいんか。あー、撃つか？撃っとくか。本来こういう削り切れない状態でも、攻撃アップ、あ、防御ダウン？防御アップ関係ない。そう、確信はね、割合ないよ。ありがとう！余裕。今弱点殴ってないから、で、24% だったかな？ぐらいの割合です。マックスで36まで上がるんで、割合の中ではそんなにバカ高い方じゃないけど、SS ターンアクセルが効いてるからね。そのアクセルが美味しい。これ右の雑魚全部消してなぁ。ほんと全部消したい。ただ、パックはラストで使いたい。パックはそう、やっぱラスゲでしょ。豆。これ2回倒さないと消えないからな、こいつら。非常にめんどくさい。ちゃんと狙えばいけるか？もう帰ってこれないからな。時間差豆。そう、時間差豆だ。セレナーデとザコの間を通すような豆角度。あ、消えてたか。難しいなぁ。まあ、しゃあないか。そしたら、ここは。これで、いけんか。いや、1豆か。やっぱ重力バリアだときついな。正直。重力バリアがないとね、豆は巻きづらいね。お豆ちゃん。あの、防御アップ中は何も入らない。いった！来た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 、これ！この状態を待ってました、私、はい。毒でも何でも勝手に巻いとけ。行くぜ。これが釘崎野原の、マジ豆。いけ！よっしゃー！楽しいわ。これこれこれ。これがしたかったんですよ。単純な威力で、豆火力で削っていく。パック使っちゃおう。使ってあんま意味ないか、でも。パックで倒せるわけでもないしな。ほぼ無意味だったわ。ごめん。じゃあ、どうするか、どうするか、いや、そしたら、もう豆はいっぱい撒いたんで、SS3 発で終わらせよう。だって 24×3、72%。まあ、だいたいそんぐらい入ってるでしょ。はい。かんざし。防御アップしてても、何にも関係ない。だって割合だから。これね、弱点な、そう。弱点あるクエストだったら、もっともっと火力上がるんよね。非常にもったいない使い方します、私今。これ、かんざしするないんだけどさ、次のロボのレーザーで負けない？あ、消した消した。で、かんざし。いい安らぎでした。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。まあまあまあ、もっとね、刺さるクエストが来たら絶対強いから、ポテンシャルはね、悪くないと思うんだ、私。じゃあ、ありがとうございました。バイバイ。